なんだ、ここは。やっとお目覚めか。遅えよ。ナンバーどこだ。いや、無駄だよ。一番落ち着け。てめえ、こら、俺たちをどうしようってんだ。だからまず落ち着けって。はあ、あんたまで何をのんきなこと言ってんだ。俺らはさ、お前の目が覚めんのを待ってたの。もう全員自己紹介も終わってるから。そういうこと。は？じゃあ始めるか。始めるって、ちょっと待てよ。あんた誰だよ。俺たちは自己紹介まだだろ。うるせえんだよ。カスが。ご存知で、あんた誰？ラオマだ。ラオマ。じゃあお前がマブチ。じゃあ改めて始めるぜ。いくつか質問に答えろ。野々宮を。ああ。乙姫ランドの店長。あの人をなんで殺した？なんでだ！俺は忙しいんでな。この場で質問できんのは俺だけだ。言うこと聞けないなら仲間を順番にぶっ殺す。か。よし、録画を始めろ。はい。何始めんだい。お前には選択できる権利はない。仲間見殺しにしたいのか。お前は青龍会の人間だな。は？ちげえよ。その割には立派なもん背負ってるじゃねえか。それで仇とは言わねえだろう。そこまでズズしかねえ。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。なんでだ。人民元なんざ日本で使えねえぞ。偽札だろそれ。ほう、なんでそう思う。見たんだよ、事務所になかったはずの金が急にピン札で現れたの。食材扱ってる倉庫に妙な白紙の束が大事に箱詰めされてんのもな。なるほど、偽札だと承知の上で人民元を盗むつもりだったわけだ。で、盗んでどうするつもりだった。あんたの白紙の尻尾を掴んだんだ。あれを使っていずれ店長を殺した落とし前をつけさせる、そのつもりだったさ。そうか。一番、お前らは俺のビジネスを嗅ぎ回るために倉庫へ入り込んできた。そして入ってからたまたま偽札に気づいたってことだな。クソが。答えろ。その話まだ誰にも知らせちゃいねえんだな。さあどうだかね。答えろ。仲間を見殺しにする気か。ちっ、まだ誰にも話しちゃいねえよ。そりゃよかった。じゃあ最後の質問だ。その調子で気持ちよく答えてくれよ。なんだ、さっさとしろ。お前は俺が野々宮を殺したと本気で思ってるのか。ああ、そうだ。
いいね、その言葉バッチリだぜ。バッチリ？なんだ？よそからしのぎに首突っ込んでくるとはな。そいつはご法度のはずだぜ。なあ、青龍会さん。だから、俺らは青龍会じゃ。やめとけ。まんまとやられたのかもな。え？やられたって？異人さんはお互いの島に立ち入らねえのが鉄の掟だ。だが青龍会はそいつを破った。そいつはつまり、ハンピン・リューマン上の宣戦布告だ。は？カメラ止めろ。おい、何勝手なことばっか言ってんだ。俺は青龍会なんかじゃ。いい芝居いただいたぜ。仕上がりが楽しみだ。何？そうだな。じゃあいい芝居した褒美に一つ教えてやろう。はあ？野々宮をやったのは俺だ。やっぱりてめえか！今撮った映像、倉庫の防犯映像とつないでメンバーに送っとけ。青龍会が仕掛けてきた証拠だってな。はい。お前らには礼を言う。はあ？最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日、おかげで花が咲くまでにしてくれた。おい待て。何を企んでやがる。聞いてんのかこれ。無駄だぜ春日。はあ、マウチは青龍会相手に戦争を追っ始めてんだ。青龍会相手にこの町の均衡をぶっ壊す気らしい。戦争？なんでそんなことを。さあな。ただ問題は、青龍会がリューマンに抗争を吹っかけた。その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らが？そんな、どうして。さっきのビデオを使う気みたいだな。でも俺らは関係ねえ。それにあんなビデオ、喧嘩の口実にならねえだろう。だが真淵は青龍会が仕掛けてきた証拠としてメンバーにビデオを送るように言ってたろ。それに撮影してる時に見せた真淵の笑顔と妙な言葉の端々、全部がいちいち気になる。何を企んでやがるのか。ねえ野郎。少なくとも真淵はこの町の均衡を本気でぶっ壊す気らしいな。ああ、その話後でよかねえか。見張りのいねうちになんとかここを脱出しねえと。ああ、確かにそうだ。なあ、ねえ、おい。おう。
こう。ああ。うん。ふーん。待てよ。なあ、誰も来ねえな。このまま死ぬまで放置ってことねえよな。だとしたら随分気の長い拷問ね。ちくしょう。いや、なんか足音がする。なんだ。見た顔だぜ。え、倉庫にいた連中よね。お前らのおかげで倉庫は大破、物も全部吹っ飛んだ。その責任を取ってもらう。トラック爆発させたのはあんたらだよな。俺らじゃねえよ。ラウマーからお前らを見せしめにしろと指示があった。見せしめ。ああ、お前らの死体を切り刻んで青龍会に送りつけてやる。ラオマーには時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせんのがうまい人だ。そりゃいい上下関係だね。おめでとうさん。お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうが、悪運もここまでだ。いつまで強がれるのか楽しみだ。痛いか、怖いか。いい顔だ。ずっと見てたいぜ。やめなさいよ変態。お前は後回しだ。後でじっゆっくり楽しませてもらうぜ。ふざけんな、このド変態。おめ言葉をありがとうよ。てことでまずは前菜で。ジジイからだ。いえ、実はラオマーからちょっと申しつかったことがありまして。え、申しつかったって。おい、ラオマーが何だって。なんで鎖外してんだ。私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。え、命の恩人現るってとこか。あ、残念ながら俺の悪運もまだ尽きちゃいねえな。誰なんだあいつは。知らねえよ。ま、今度また会えたら飯でもおごっとくわ。な、ちょっと何のんきに話してんの。ごめん、わりわり。今助けるからよ。よし、行け一番。お願い、頑張って。よし。て、この野郎、ざけんな。別にしてやれ。手加減しねえぜ。よし、行くぞ。やるか。しやがれ。見せてやるよ。行くぜ。
来いよ。そうか。え？ああ開けてみるか。開いたぜ。地下ダンジョンって感じだな。宝箱でも転がってるって言いたい。
見つけたぞ。邪魔すんじゃねえよ。よし、行くぞ。見せてやるよ。調子乗ってんじゃねえぞ。とっておき。ほら、こう。いいね、いいね。俺のためにやめんな。とっておき。やめんなよ。俺の番か。やってやる。やってやるぞ。やめんなよ。やってみよう。当たってこいよ。それ離せ。いいね。当たってこいよ。これでやがる。行くぞ。ほら来いよ。それ離せ。やんのか。ゴール、俺の番だな。ぶっ飛ばしてやる。ザコがとっておきだ。やけくそだ。やがれ。私の番ね。逃げるなら今のうちだ。してみろ。見てなさい。なめんな。なめんな。当たってこいよ。どうするかね。ダッカー。行くぞ。かかってこいよ。よし、やるぞ。強くなった気がするぜ。また強くなっちまったか。強くなったか。なんなんだよ。バカにしてんのか。そんなに見ても何も出ない。ここにしてやる。俺の番だな。見せてやるよ。やりゃやけだ。来いよ。おい、来た。来やがれ。かかってこいよ。見てろよ。手に手を。おお。なよ。クロエ。行くぞ。はあ。
見たぞ。やってみろ。かかってきなよ。俺の番ね。やんのか。こっち見ろよ。舐めるなよ。舐めるな。してみる。エクソだ。絶対負けない。俺の番だな。かかってきなよ。よそ見すんなよ。おっしゃ。行くぞ。何か文句でもある。二度と笑えなくてもしねえぜ。ほい来た。してみろ。なめないよ。やばいよ。よし、行くぞ。やってやるぞ。よっしゃ、行くぞ。おっしゃ、行くぞ。
破って。よし、行くぞ。やってやるザコが。おい、来た。こっちにも。ほら、来いよ。よし、よし。よし、とっておき。やんのか。めんなよ。来やがれ。行くぞ。やってやるぞ。しんどいな。これだ。それ。かかってこいよ。行くぞ。やんのか。やってみろ。なめんなよ。ちょっとしんどいな。開けてみるか。開いたぜ。なっちゃった？見せてやるよ。
こいよ。私の番ね。どうした？来てみろ。やんのか？どうするかね。こっち見ろ。なめんなよ。行くぜ。逃げるなら今のうちだ。こっち来いよな。これで。よし、行くぞ。やってやるわ。止めろ。はい、来た。やるか。よし。ジロジロ見ないでいただけば。俺の番ね。やってみろ。ほら来いよ。俺の番だな。また勝負じゃ。行くぞ、いい勝負だ。くらえ。よそ見すんなよ。
開けてみるか。おお、覚悟しろよ。手加減しねえぞ。吐くぞ。ほい来た。見てろよ。あらそう、何も。何かした？よし、行くぞ。取っておきなよ。やってみろ。見てなさい。これでどうするかね。なめないで。行くぜ。逃げるな。行くぞ。ほらやるぜ。見せてやるよ。俺の番ね。とっておきしてみる。やろしてやがれ。まさか金庫にあんな奴が入ってるとは。これからは金庫開けるときも少し用心しねえとな。やってみろ。調子
わろう。なんとかしないと。とっておき。ほらこいつ。なめないでくれ。鋭いな。強くなった気がするぜ。また強くなっちまったか。強くなったか。開けてみるか。やったぜ。火祭りにあげてやるよ。しねえぜ。俺の番だな。見せてやるよ。ザコ。俺の番ね。見てろよ。ほら来いよ。こっち来い。私の番ね。やんのか。おれおれ飛ばしてやる。やんのか。おれしてみる。ここだ。どうした。よし行くぞ。舐めないでくれ。とっておきだ。はあ。
めんなよ。やめるな。おっはー、おい、来た。絶対負けない。立ててやるのか。見てろよ。
俺の番か。行くぜ。やってやるぞ。してみろ。行くぞ。これで。ほら来いよ。逃げるなら今のうちだ。何でくれ。よし、行くぞ。見せてやるよ。はやるぞ。なよ。俺の番ね。やめるな。よし、敵になるんだな。私の番ね。やってみろ。やるか。逃げるなら今のうちだぞ。逃げなさい。なめるな。俺の番だな。取っておきな。おい来た。してみろ。セイフ。これじゃ。本気を見せてみる。ザラモリオ。行くぞイッテ。暗い。やんのか。そうだ。ふざけないでください。やってやろう。俺の番ね。かかってこっか。行くぞい。くらえ。俺の番か。俺の番だな。二度と笑えなくて。よし、行くぞ。見せてやるよ。じゃあ、負けるな。舐めないでくれる？よし、とっておき。来いよ。どうするかね。行くぜ。やんのか。あっち来い。上がってこいや。ザコが。ね。行くぞ。来いよ。私の番ね。来いよ。見てなさい。
こじゃねえか。やめんな。俺の番だな。おいよ、とっておきだ。俺の番か。だっこだ。うわ、なめんなよ。なめないでくれ。治ったぜ。やってやるぞ。やってみろ。こうじゃねえか。よし、行くぞ。見せてやるよ。絶対負けない。よし、とっておき。じゃあこれ。ほら、こうしよう。俺の番ね。無理な。で、思う存分。やってやるぞ。俺の番だな。やるやるだ。はい。すぐに楽にしてあげねえぞ。よし、行くぞ。とっておきだ。やるか。私の番ね。見てなさい。やんのか。おい、来た。見てろよ。じゃあこれ。開けてみるか。やったぜ。当然だと思ってませんか。顔です。待てよ君。撃てよ。来た人だ。よし、とっておき。やっぱりそろよし、見せてやるよ。はぁ、やらないでくれ。
とっておき。どうするかね。雑魚じゃねえ。やってやる。やるか。とっておき見せちゃうよ。やめんな。してみろ。あれで、どうしてやるけ。ふざけないでください。ほら来いよ。行くぜ。やんのか。ビビってんの。やっちゃいますよ。やんのか。君雑魚じゃねえ。俺の番だな。こいつを使え。サンキュー。私の番ね。ザコがやるか。おい来た。ほっ。なめろ。俺の番か。してみろ。どうしてやるけ。やってみろ。知ってるぞ。やるぞ。ザコが。よし、行くぞ。なめんなよ。俺の番ね。どうするかね。よし、勝ったな。いいな。開けてみるか。開いたぜ。
がになってもらう。見せてみたい。無理してやる。おい来た。ほら来いよ。とっておき。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。おお。くらえ。死ねえ。俺の番だな。かかってこいよ。ん？俺の番ね。見てろよ。ほら来いよ。おお。
れると思うなよ。来いよ、俺の番だな。じゃあこれは捕まっすぜ。よっしゃ、行こう。開けてみるか。開いたぜ。とりあえず殴れるところを殴るしかねえな。まずは振り回す気満々のアームな。とりあえずやってみっか。俺の番だな。
とっておきだ。絶対負けない。おい、来た。見てろよ。やめんな。ほら来いよ。やってみろ。見てなさい。やめんなよ。俺の番か。やんのか。やってやろう。絶対負けない。逃げるなら今のうちだぞ。やんのか。じゃあ俺の番見せてやるよ。こうなりゃやけだ、うん、俺の番ね。はっ、とっておき。絶対負けない。ヒーロー、バリバリ行くよ。やんのか。Yeah!
気だ。やけくそだ。今のうちだぞ。やったー。そりゃまだ強くなった気がするぜ。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。なあ、お、へえ、なんだてめえら。運ばれた先の病院で二人とも死んだ。現場は清流会の島の中だ。犯人たちはそのまま逃走中。となるとそれで終わりゃしねえよな。ああ、今清流会の頭高部が兵隊積んでトラック走らせてる。会場の了解も取らねえで飛び出してったとさ。鉄工事仇は取ってやるからな。向かってる先は反転工事。え、ハンピンリューマンの島。
高部は反転工事に向かったのか。あそこの奥には長っていう奴らのボスの店がある。このままじゃ全面戦争になるぞ。ずっと守られてきた偉人さんの均衡がこんなあっさり破られるのか。みんな真淵に踊らされてんだ。俺らのこと口実にしてよ。クソ。でも布宮殺しの犯人はやはり真淵だったな。なあ、あのクソ野郎ニヤついてゲロリやがった。でも動機はまだ謎だよね。どうした足立さん。ん？いや、真淵の言葉が未だに気になっててな。いいよもう、あのクソ野郎の言葉なんて。やっぱり野々宮が殺されたのって私たちが原因なのかな。俺らは関係ないって、まあ、特にさっちゃんは絶対に関係ないはずだ。だって殺したのは真淵でしょ。そして真淵は私たちを狙って抗争の出しに使ったんだから。いやさっちゃん、それは違う。狙ったんじゃない。そうか、読めたぜ。何が。野々宮殺しの原因や動機からスタートするとこの問題の回答は出ねえ。つまり真淵の狙いは青龍会との戦争だ。そうみてえだな。真淵が戦争を始めたいならすぐに自分で仕掛けりゃいい。でもそうせずに俺らを口実にしたぞ。なぜだ。なんでだ。そんなことしてもし戦争が始まる前に首謀者が真淵だとバレたらどうなる。あっ、他の組織が黙っちゃいない。そうだ、ここは横浜だ。知っての通り町を仕切る偉人さんはお互いの島を荒らさないってのが鉄則だろう。そいつを破った者には全勢力から真っ先に制裁が加えられる。真淵が半貧流氓の大幹部だろうがそこは変わらねえ。だから自分からじゃなくてそれ以外の口実が必要だった。でもなぜ私たちが。それにつながるのが真淵の言葉だ。思い出してみろ。最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日おかげで花が咲くまでにしてくれた。これは今回の一連の話を思い起こして出た言葉だろうな。つまり種まきは野々宮殺し、そして水をやるってのは俺たちが野々宮殺しを追って真淵に近づいた行動で。で、さっきのビデオの撮影で喧嘩の準備が完成したことで花が咲いたっていうのが。まさにそうだろうな。そして全体の文脈から察するに真淵が言う水やりの役目は俺たちである必然はなかったんだろう。何よそれ。さらに言えるのは殺された野々宮も特に彼である必然もなかったってことだ。野々宮の店のケツ持ちは青龍会だろ。真淵の計画をシンプルに言えば青龍会の息がかかった人間を殺し、それに反応した人間を使って構想の口実に使いたかったんだ。そのシナリオのそれぞれ役目は野々宮でも俺らでも誰でもよかった。そんなことのために手帳は。自らのリスクを避けて戦争を始めたきゃ回りくどい手が必要だったんだろう。昔聞いたことがある。戦争に勝つ秘訣って最初の一発を敵に撃たせることだってよ。じゃあ俺らも野々宮もあのクソ野郎の計画のために加勢しただけってのか。冗談じゃねえぞあの野郎。しかも最後は真淵の思うようになるなんて絶対に許され。落ち着け春日、今は冷静になれ。
そうだ、なんだかんだ言ってマブチは切れ者だぜ。ふざけんな。奴の思い通りになんかさせねえ。え、さっき戦争に勝つ秘訣は最初の一発を敵に撃たせることっつったよな。でも俺は兄貴に逆のことを教わったぜ。喧嘩は先手必勝、最後は腹をくくったやつが勝つってよ。おい待てよ一番、おまけにサッチャまでどうしちゃったんだよ。構想を止めてやる。俺らから清流会の頭にきっちり説明して話をつけりゃいい。おい、極道のドンパチにまで首突っ込むのかよ。ナンバーそのままほっといて、俺らが構想の火種として濡れ衣かぶせられたままでいいのかよ。私はそんなの嫌だ。野々宮だって浮かばれないよ。わかった。足立さんは？まあ、小ずるい野郎にしてやられたままってのも尺だよな。よし、善は急げない。行こうぜ、反転工事に。よう、さっちゃん。一人で飲んでた。まあね。何か悪いの？一番も座ったらどう？どれ？なんか機嫌悪いのか？そうね。ちょっといろいろあって。はは。わかったぞ。さっちゃんがママをやってるキャバクラでトラブルがあったんじゃねえのか？あら、店の女の子たちは私が完璧に教育してるって言ったでしょ。トラブルなんて無縁よ。そうは言っても経営者だった野々宮さんが亡くなって、雇われのさっちゃんが舵を取らなきゃいけねえ状況だ。トラブルと無縁ってわけにはいかねえだろう。あんたって察しがいいのね。確かにお店の方は細々としたトラブルが続いてるわ。でもどれも私が火消しできる範囲のことよ。じゃあ機嫌が悪かったのは？妹の菜の葉のことよ。
ナノハがどうかしたのかよ。なんかあったのか。うちの家族のことどこまで話したっけ。私結構ベラベラ喋っちゃったよね。ナノハと親父さんに口出ししすぎて喧嘩別れした。7、8年前に。何が喧嘩の原因だったかは話した。ああ、確かサッちゃんがナノハに悪い男と別れろっつったからだ。コンサル会社やってるって彼氏だったよな。そう、そいつは桂川ってやつなんだけど、どうやら今もナノハといるらしいの。へえ、じゃあもう長い付き合いじゃねえか。真っ当な相手なら口出さないんだけどね。桂川は清流会にも出入りする半グレでさ、いつもそばに用心棒を連れてるような結構ヤバいやつみたい。元暴走族上がり。私も家出をして少し経ってから噂で聞いただけなんだけど。ナノハにとっちゃやっぱり悪い虫だったわけか。サッちゃんの予想した通り。どうかな。今うちの店の女の子たちに実際の桂川がどういう男か確かめてもらってるとこ。落ち着かないけど、その報告を待つしかない。だから今日は機嫌が悪かったってことか。なるほどな。でも一番に話して少し楽になったよ。ありがとね、声かけてくれて。なんだよ、このくらいのことで。ミスくせえな。で行かれますか。そうですか。またよろしくお願い。コンビニ弁当半分以上残ったまま捨てられてるぜ。もったいねえ。食うんじゃねえぞ。食いかけは菌が増殖しやすくて危ねえんだ。食うわけねえだろ。もしかしてあんた食ったことあんのか。食わねえよ。菌の増殖以前に俺にだってプライドがあるんだ。そうか。ちなみに未開封の弁当が捨てられてたらどうすんだ。それはお前。分かった、もういい。何か。応援しています。
礼儀がなっとらんだ。赤い衣を履いてねえぞ。俺の番だな。どうした、見せてやるよ。やってみろ。おい、来た。こんなところにナズナが生えてるな。ナズナ？野草だよ。おひたしにすると結構うまいんだぜ。あとカラスのエンドウやヨモギ、ドクダミソウもその辺で取れるぞ。へえ、ナンバは野草に詳しいんだな。まあな、最初はいろいろ食って死にかけたりもしたが、だんだん体でわかるようになって、今じゃ大体の野草はわかるぜ。やばい見た目のもんほどうまかったりするんだよ。これが人類で初めてウニを食った人って、きっとあんたみたいなやつなんだな。お前それ褒めてねえだろ。出来良すぎじゃ。ここをこうして、よいしょ、よっしゃー、できた。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
コボコにされてえのか。後悔すんなよ。ほら上がってこいよ。俺の番だな。逃げるなら今のうちだ。俺の番ね。やってみよう。こっちだ。
ンダラ、見せてやるよ。やんのか。私の番ね、見てなさい。やってやるぞ。おい、来た。ではこいつで問題ねえで。いたぞ、高部たちだ。よう、ちょっと待った。おお、カスが何しに来やがった。こいつは仕組まれた構想だ。裏で糸引いてんのはラオマーだ。マブチなんだよ。乙姫ランドの店長をマブチが自殺に見せかけて殺した。彼女が殺される直前の店長と電話で話をしてる。本当よ。電話越しにラオマーって手下たちの叫んでる声が聞こえたわ。俺らはそいつを手がかりにマブチのしのぎを嗅ぎ回ってた。そしてハンピンリューマンの倉庫にバイトとして潜り込んだ。で、清流会の手先として捕まったんだろう。マブチから送られてきたんだ。マブチは俺が清流会のもんだと決めつけた。そしてその映像を撮って抗争の口実に使った。けどあいつは知ってたはずだ。俺が清流会じゃねえってことくらい。わざわざあんたにそれを送りつけてきた理由だって読めてる。俺らが清流会の人間じゃないってことあんたが当然知ってても、すっとぼけて送りつけることでこの構想は清流会が先に手を出してきて起こったんだと。マブチたちは被害者だと主張できるんだからな。全部を承知で構想を煽ってんだ。奴の狙いは肉の壁の掟を清流会がぶち壊したってでっち上げを作り上げることなんだぞ。ここにいる全員がマブチに踊らされてんだ。だろうな。分かってる。マブチの首はきっちり取ってやる。ここの連中も全員ぶっ殺してからな。だからそうじゃねえだろう。何度も言わせんなよ。この戦争はもうそういう問題じゃねえんだ。何？鉄と工事はまだ二十歳そこそこの見習いに毛が生えたくらいの若いもんだ。そんなガキが年の数より鉛玉食らわされた。殺したのはマブチ一人だったか。そうじゃなかった。全員銃を撃ち込んできた。丸腰の二人に何十発とな。てめえの後ろにあるのはハンピンリューマンのボスの店だ。俺らはそいつにどういうつもりか釈明してもらいてんだよ。そしてあの世の鉄と工事に詫びを入れさせる。要するに話を聞きてんだよな。だったらチャカはいらねえだろ。理屈ではそうだ。俺らは丸腰だぜ、高部さん。だからあんたに俺らは撃てねえよ。喧嘩するにも通すべき筋ってもんがある。弾取ろってんならそれなおさらだ。ここで俺を弾く筋ってのは何ですか。ここで俺を撃てば清流会の看板はクソまみれになる。鉄と工事の死だって意味が変わっちまいますよ。ただ俺が口でどう言おうがあんた引かねえ。そういう人だ。俺も引かねえ人間なんですよ。どうしても弾くってんなら
一発で仕留めるしかないですよ。どうしてだ。外したらあんたボコボコにして力ずくで止めさせてもらうからです。もじゃもじゃ頭のクソ野郎が俺たちを力ずくでか。安く見られたもんだ。人んち騒がして悪いがよ。理由ができちまう。カスがよ、てめえどこまで舐める気だ。やってやろう俺。しびるんじゃねえぞ。手加減しねえぜ。行くぞ。どうした。行くぞ。やってやろう。見せてやるよ。よし、来てみろ。来いよ。ほら来い。あれ終わりだ。プロはどうか。おい来た。どうした。とっておき。どうした。エンレイズワー。あ、かかってこい。どうするかね。逃げるなら今のうちだ。ほら来いよ。やめんなよ。行くぜ。行くぞ。なめんなよ。行くぞ。どうした。やめんな。俺の番だな。おれおれ。どうした。やってみろ。やっと楽しませてくれよ。ほら来いよ。見てなさい。なめるな。逃げるなら今のうちだぞ。行くぞ。俺の番ね。ほら来てみろ。やってみろ。終わりだ。俺の番か。やるぞ。なめんなよ。お、よし、行くぞ。やんのか。じゃあこが見せてやるよ。来いよ。よし、やってみよう。とっておき。ここは引いてもらうぜ。問題発生だ、カズガ。あ？店の主が来た。主？あいつがハンピン・リューマンの総帥。あいつが長だ。向こうさんのトップってことか。じゃあまさかあいつがマブチの黒幕で、野々宮殺しも裏であいつが指示したってことはねえのか。マブチからさ、ムービーが送られてきたんだけど。な？これに映ってんのお前らだね。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。お前は青龍会の人間だな。
そうだ、思いっきり編集されてんじゃねえか。違うぜ、俺らは清流会じゃねえ。清流会の人間じゃない。じゃあなんでマブチを嗅ぎ回ってんの。それはよ、あんたのこといいね。おい、よせ。言葉は選んで手短にな。俺短気だから。さっきも一番が言った、マブチが俺らの店長を殺したから。だからマブチを追ってたんだよ。この構想に火つけたのはマブチだ。奴は俺らを出しにして清流会に濡れ衣を着せたんだ。ってことは全部マブチのせいって言いたいわけ。そんなもん鵜呑みにできねえな。マブチはうちのナンバー2だよ。それが突然暴走しましたって言われてもね。あいつだって暇じゃないよ。いろいろ忙しいんだ。構想が始まってんだぞ。どれだけやべえ状況なのかくらいわかるだろ。なのにナンバー2がここにいねえ方がおかしいだろ。その動画受け取ってからマブチと話くらいしたのか。長さん、マブチと連絡が取れないってのは相当まずい状況なんじゃねえか。ああ。連絡が取れないのはマブチは抗争を起こすだけ起こしといて、本人はさっさと安全なとこに逃げ出した可能性が高いからだ。だとしたらあいつは暴走した上にあんたも裏切ったってことだぞ。俺に説教すんの？でもだからって焦って俺らを犯人扱いしても事態の解決にはならねえ。あんただってわかるだろ。おっさん、口の利き方に気をつけろ。何すんだ、やめろ。あのね、別に俺はここであんたら全員ぶっ殺して戦争始めたっていいんだ。戦争をふっかけてきた張本人たちとそこの頭をまずは血祭りにする。戦争開始のシナリオのオープニングとしてはごく普通じゃない。やるならやれ。マブチが何だろうが関係ねえ。清流会は若いのが二人、何十発も弾食らって死んでんだ。もうとっくに戦争は始まってんだよ。てめえらどっちもいい加減にしろ。あんたら二人とも戦争してんのか。ちげえだろ。このままマブチの思うツボでいいのかよ。まだ戦争は止められるはずだろ。説教すんなって言ったよね。説教なんかじゃねえ、クレームだ。あんただってでけえ組織のトップなら人の話くらいちゃんと聞けよ。クレームか。春日一番だったな。ああ分かったよ、話を聞いてもいい。でもその前に俺の質問に答えてよ。分かった。マブチが偉人町で構想を仕組んでるとして、その理由は？なんでそんな真似すんの？マブチに何のメリットがあんの？そんなもん俺が知るかい。なるほど。じゃあそもそもの話、野々宮ってソープの店長、それを殺したのがマブチってのはマジな話なの？直接あいつに聞いたとき否定はしなかったぜ。その答えじゃ足んないわ。じゃあ話は終わりってことで。奴の目を見りゃわかる、店長を殺したのはマブチだ。でかい声出したって結論は変わらないよ。待て、その人を撃ったら全面戦争だ。マブチはそいつを高みの見物。あんたら本当にそれでいいのかい。何のための構想だよ。そんなこともわかんねえのに血流す気か。何度だって言うぜ、超
全部マブチが仕組んだことだ。ここにいる全員があいつに踊らされてる。こんな戦争を始めたらあんたらの組織の歴史に泥を塗ることになるんだぞ。まいったね。春日君ってさ、器用な嘘をつけるタイプに見えないんだよな。ただその言葉信じるにははっきりした根拠がいる。あるから。少なくともソープの店長を殺したのがマブチだっていう証拠は欲しいね。それが発端なんだろう。お前らの話によれば。ああ、彼女が電話越しにラオマって声聞いたのは知ってる。それじゃ足りねえのか。当たり前でしょう。となると、ここはやっぱあの連中に頭下げるしかないか。あの連中。この町でどうしても知りたい情報があるとき、行くべきところは一つだけでね。あ、偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。